アヨい通りは、広島県広島市にある街路の一つ。神谷町、八丁堀という繁華街を抱える広島のメインストリートであり、広島電鉄本線が通っている。1981年2月に、街頭区間に、現在の愛称が付けられた。上天馬町からアヨい橋、神谷町、八丁堀地区を経由し、広島駅に至る通りを指し、10日、 市交差点から神谷町交差点の間は、国道183号の一部は、国道54号別線と重複、神谷町交差点から稲荷、大橋西詰交差点の間は、広島県道164号広島海田線の一部を、なしている。被爆後の広島市中心部を、東から西へ臨む。米軍撮影。中央やや右を縦断する太い道路が、相追い通り。 元々この通りは、広島城の南側外堀にあたる。江戸時代から明治時代まで堀として存在していたが、廃藩置県を必要なくなったことに加え悪臭が目立つようになったことから、埋め立てが決定し道路として整備されることが決定した。同時に整備中だった広電の軌道が引かれることも決まった。1912年完成。同時に、 広電も開通している。1929年、広島県による市中心部の道路整備計画が立てられ、当時国道として用いられていた本通りから、愛いい通りを新しい国道として整備することが決定し、福音を13県半まで広げられた。当時の路線名は、都市計画外路10日、四光人線。着工は1933年だが、 最終的な整備は1930年代後半までに至った。昭和初期まで旧猿学町や旧広島県産業省霊館があった。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下、沿線は壊滅的な被害を受けている。戦後この通りは拡張工事がなされ1952年頃に完成、現在に至る。 2008年4月1日、10日、市交差点から広島市民球場南交差点の間の道路、管理者が国土交通省から広島市に移管され、国道54号から国道183号に変更された。なお、広島市民球場南交差点から上谷町交差点までは国道54号別線として存続。なお、第二次世界大戦後、 この通りより上流の本川東岸に形成されたバラック住宅群も相イ,イ通りと呼ばれたが、ここでいう相イ,イ通りとは無関係である。ありがとうございます。